礼拝への招きの言葉、本日は詩編130編の5節から8節をお読みいたします。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。お差し障りのある方はそのままで結構です。お立ちいただきまして、ご一緒に新聖歌42番を賛美しましょう。そのままで主の祈りを捧げましょう。主の祈りは前方のスクリーンまたは修法の裏に印刷されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず
悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。おかけください。続きましてご一緒に新聖歌136番を賛美しましょう。購読をいたします。本日の購読文は9番詩編第27編抜粋という箇所になります。前方のスクリーンまたは新聖歌ですと937ページにございます。司会者が細い字を、皆様はアンダーラインの太い字を交互にお読みしましょう。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。主は私の命の声で、私は誰の前に物のことがあろう。
苛む者が迫り、私の肉を食い尽くそうとするが、私を苦しめるその敵こそかえってうろめき倒れるであろう。彼らが私に対して陣を敷いても、私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても、私には確信がある。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿る。主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えること。災いの日には必ず主は私を借りるように潜ませ、幕屋の奥深くに隠してくださる。岩の上に立たせ、群がる敵の上に頭を高く上げさせてくださる。私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れみで私に応えてください。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを沈めないでください。あなたは私の助け、救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。主よ、あなたの道を示し、平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。主を待ち望め、惜しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。続きまして、本日は 月の初めですので、司会者がお祈りをさせていただきます。天にいらっしゃいますお父様、ゴールデンウィークの最終日、素晴らしい天候に恵まれ、愛する兄弟姉妹とともに集う機会を賜り感謝します。この期間、自宅を離れる、あるいは愛する兄弟姉妹、親族の方などと特別な集いや交わりを楽しむ機会があったかと思いますが、その安全をお守りくださりありがとうございます。しかし今日この場に様々な事情で来ることができない兄弟姉妹の上に、何よりも愛する主あなたが確実に誠実のこの人と共にいて、慰め、励まし、そして各々の祈りを支えてくださいますように。本日の説教は、私松はと題して、江上先生から御言葉を取り継いでいただきます。どうか主よ、江上先生をあなたからの力強い精霊で満たし、先生の言葉に必要な力をお与えくださいますように。またメッセージを聞く、街道に集う我々一人一人が、あなたの精霊の通り良き管として心を空にし、しっかりと御言葉を心に受け止めることができますように。また本日は、先日総会にて選出された本年度の役員の方の任職式が執り行われます。どうか主よ、あなたの前に立てられたお一人お一人の尊き働きが豊かに祝福されますよう、今年一年お支えください。すべてを感謝し、すべてをあなたの御手に委ね、この拙なき祈り、改宗の一人一人の祈りと合わせ、愛する主イエスキリスト様を通して御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条をもって信仰告白をいたします。使徒信条も前方のスクリーン、または手法の裏に印刷されております。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。続きましてご一緒に新聖歌421番を賛美しましょう。本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は使徒言行録第1章の3節から8節になります。新約聖書の213ページになります。使徒言行録1章3節、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。さて使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、
ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。本日の説教は、私松はと題しまして、江上先生にメッセージを取り継いでいただきます。江上先生、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から主を賛美いたします。ゴールデンウィークの休み、あるいはこの1週間、あるいはこの4月の月を、主イエス様共に歩んでくださって、私たちを支え励まし強めお守りくださったおかげで、無事に守られ過ごすことのできましたことを感謝いたします。4月の月やゴールデンウィークの休みや、この週の中で苦しいことや悲しいことや辛いことや痛いこと、さまざまな問題を抱えられた方々の上には、より深い主イエス様の眼差しがより強く注がれ、あなたの思いがその困難と戦いの中にある方々と共にあって、あなたがお支えくださり守り導いてくださっていたことを信じて、あなたの御名をあがめます。5月の月を迎えて、第一の日曜日第二礼拝として、ゴールデンウィークの最後の休みの日として、私たちはこうして礼拝をもって終えることのできますことを感謝いたします。目には見えませんが、あなたは確かに生きておられ、このところに臨在しておられるお方です。信仰の目を持ってあなたを見させてください。どうぞ一人一人に御手をつけて、あなたの恵みで満たしてください。病んでいる者、癒しをしようとしている者には、あなたの復活の力と全能の力を持って癒しを与え、また痛みを取り除いてください。困難と戦いと失望の中にある方々がおられましたら、今日の御言葉と聖霊によってその方々を強め、支え、励まし、勇気を与え、立ち上がらせてくださるようにどうぞ導いてください。語るもの、本当に弱き者、小さき者です。イエス・キリスト様の恵みの十字架の陰にこのものを隠して、聖霊なる神様がどうぞ一人一人に神の御言葉、神のお心をお示しください。聞く一人一人も信仰が与えられ、霊の目が豊かに開かれて、その御言葉にしっかりと立って、この一週間もイエス様と共に力強く歩ませてくださいますように。弱さのため、またお仕事のため、いろんな用事のため、おいでになれない方々は思いますが、どうぞそのところを礼拝の場所としてあなたを見上げさせてくださいますように。もしこの暑い中礼拝に向かっていらっしゃる方々がおられるならば、その足を守り支え導いてくださいますように。すべてを御手に委ね、あなたのみ期待して、この祈り、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。5月の第一日曜日を迎えました。ゴールデンウィークの休みのこう最後の日、皆さんどこにも行かないで、ようこそ礼拝においでくださいました。ガラーンとしてたらなんか元気ないんですけど、皆さんが最後のね、ゴールデンウィーク行きたいところもあったでしょうし、何かやりたいことがあったかもしれませんが、礼拝を守るということは神を第一にするということの証です。一緒に皆さんと礼拝をもってこのゴールデンウィークの休みを終えれることを本当に感謝しています。今日は私松はという題なんです。これ私松はって、松はっていう歌があったんです。あんまり年の人は分からんし、若い人も分からんし、中間層50、60、40、50、60ぐらいの人は分かるかなって思いますけどもね、アミンっていうグループだったでしょうか、私松はいう歌詞があるんですよ。もうそれだけいう話なんですけれども、知ってる人は知ってる人で、今日は松ということをですね、見てみたいと思うんです。松ということは、私たち全てのものはこの日常生活の中で日々経験していることだと思うんです。私たちは職場や学校に行くときに、やっぱりバスを待つとか電車を待つとかいうことをしますよね。あの田園都市線ってもいろいろ事故多いじゃないですか。待たされるということはたくさんあるんじゃないかというふうに思うんです。このゴールデンウィークもいろいろいろんなところに行かれた方もいらっしゃると思うんですけれども、待たされたっていう経験があったかもしれませんね。昨日報道番組の特集で、
これゴールデンウィークっていう特集でですね、この日本人はこの行列を持って待つっていう、そういうようなことを特集でやっていました。あるファミリーレストランは待ち時間6時間。朝が昼になり、昼が夜になってしまうっていう。夕となり朝となってて、聖書みたいですけども。またあるところは4時間待ちって、ディズニーランドと同じみたいな。もうアメリカとか外人の人が見たらもう呆れて、クレイジー、オーマイガーって言って。あんまオーマイガーってあんまいい言葉じゃないので、使わない方がいいって宣教師の先生に叱られたことがありました。もう私なら2分しか待てないわって外人の方がおっしゃってました。まあでも美味しいところやっぱり時間をかけていくし、待つわ、本当に待った甲斐があった、食べて美味しかったって。あれはね、待った時間が長ければ長ければ脳がね、美味しいぞ美味しいぞ美味しいぞでそんな大したことのないのに美味しい。どっかの有名なお店がね、流行りで1日だけ開く言うて、そこ のコンビニみたいなとこ買ってきて、それを全部入れて出したら、おお、ここのレストランはさすがみたいな、300円ぐらいの3000円か4000円かで売るっていう。ここの店はすごい、ここの店はすごい、ここの店はおいしいおいしい言ってたら、コンビニでチンしたやつもおいしいね、これ皆さんぜひ泡で許可いいよ、泡で許可素晴らしいよって宣伝してくださったら大したことないけど牧師の話いい話よなってかもしれませんので、ぜひ明かししていただいたらいいかなって思うんですね。まあ毎日の経験の中で待つということと少し違って、特別な事柄のために待つということも私たちは経験すると思うんですね。まあ妊娠している方たちはやはり10ヶ月待たなければいけないじゃないですか。あ、もうややこしいから私産んじゃうわって2ヶ月か3ヶ月で産めるわけじゃないんです。と月10日待つということが必要です。またもちろん皆さん病気なんかなさってね、入院し手術なんかなさった経験があったら、10ヶ月いやいや3ヶ月かかりますというのに、いや私は家からってすぐに動き出したりしたらまた逆戻りって、待つというやっぱり時が必要な時ってあるんですね。イエス様は、今日の箇所で弟子たちに待つ待てということをお命じになったということをね、見ていきたいと思うんです。イエス様が十字架にかかって死んで3日目によみがえられて、弟子たちは本当に驚きました。死のよみがえりに関して、イエス様は何度かご自分が十字架で死んで3日目によみがえることを何度も弟子たちに話していましたけれども、弟子たちはそのことに関心がなかったんです。だから聞いてても聞いてなかった。私たちも関心のないことってあんまり聞かないですよね。報告で大事なことはよく報告してるんですけど、聞いてない人聞いてないんで、私聞いてないわって後で文句言う人が時々言ってるんです、話してるんです、書いてるんです。弟子たちは全然関心がなかった。ペテロはイエス様を3度知らないとイエス様との関係を否定して、完全に彼はもうノックアウト、ノックダウンしました。しかしイエス様はペテロの信仰を回復し、新しい使命を与えられたというのが使徒言行ヨハネの21章ですよね。私を愛しますかって彼を回復してくださった。他の弟子たちにも励ましを与えられました。イエス様が十字架で死んだ時、弟子たちはもう本当にショックでした。自分たちの将来、イエス様に人生をかけてきた将来は終わったと、そう感じた。イエス様についてきたことをこの3年と少しの間無駄だったって感じたかもしれない。いや、イエス様に人生をかけてイスラエルの復興を夢見てきた、ね、イスラエルがローマのローマ皇帝から本当にこうローマから立ち上がるんだっていうことを夢見たけども、イエス様の死をもってもう夢は消えてしまいました。けれどもイエス様がよみがえったということを通して、で今日の箇所ではイエス様は苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって示された。よみがえられたことが嘘じゃないよ、本当なんだよ、それは見てごらんって、イエス様はですね、本当にそのことを示し、神の国について語られたんです。弟子たちはこう一度夢破れましたからね、もう一度イエス様が復活したんだったら、イエス様はバージョンアップしたんだから、
もう一度イスラエルの復興、神の国をって願ったわけです。そしてイスラエル復興のためにこの身を捧げたい、そのために働きたいって、こう流行る気持ちが抑えられなかった。皆さん、流行る気持ちが抑えられない時ありますか？あの100メートル、そうね、用意って言わないよ、オリンピックはね。どうってこうフライングする人いるんですよ。あの水泳でもプーッと前にバッと行って、もう一回やり直しって、何回何回やり、もう流行る気持ちじゃないですか。もうなったらすぐ行くぞっていう、弟子たちの心境はそういう心境だったと思います。イエス様が蘇られたんだから、もう今こそイスラエルの復興だ、やろう、立ち上がれっていう、そういうことだったんですね。そういうこう弟子たちに対してイエス様は食事の席で語られた。ここも食事の席ですよ。食事大事なんです。大事なことをおっしゃるんですね。4節5節ですけれども、エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネ水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。イエス様は弟子たちにエルサレムから離れるなということ、そして父の約束されたもの、つまり聖霊を待てということを命令されて、聖霊によるバプテスマを授けられますという宣言をなさるんです。まあ、クリスチャンの方は水による洗礼を受けられましたよね。聖霊のバプテスマを受けられましたかって聞かれると、何っておっしゃる方がおられるかもしれません。私たちのこのナザレン教団というのは清め派といいまして、聖霊のバプテスマ、水のバプテスマプラス聖霊による満たしというものを信仰を持って受け入れて経験していくっていう、そういう教団です。ですから一度この聖霊について、聖霊のバプテスマについてのお話もしてこなかったので、する必要があるし、まだ受けてないなっていう人に安心してください、大丈夫ですっていうことをお話したいなって思っているんですね。エルサレムを離れるな、そうイエスは申し上げましたけども、エルサレムっていうのは田舎者の弟子たちにとっては都会ですよ。大都会、イスラエルの中心的な場所です。田舎者にとっては、まあ、住みにくい場所であったかもしれないんです。ペテロはあの3度知らないと言った時にね、ガリラヤの言葉喋ってるやないかって言われましたよね。訛りがあったんですよ。だからあのイエスと一緒にいたら分かったって。弟子たちはできるならエルサレム、大都会じゃなくって自分の生まれ故郷に帰りたいと、そう願っていたんです。今あの NHK の朝の連続小説半分青いっていうのがやってるんです。知らない人は知らないですから、あのあいいです、見てる人は見てるかもしれませんけども、田舎者のスズメっていうね、スズメってあのこのスズメじゃなくて名前がスズメっていうんです。主人公が東京に出てね、漫画家になるっていうようなお話のようですよ。もうね、岐阜の田舎の方が何にも知らない人は大都会に出て行って、ちょうど今週そこですよ。見なくていいですよ。どういうことが待ち受けてくるのか、どういう大変なことがあるのかということですよ。皆さんももしかしたらね、地方と言われるところから初めて東京に来た時、うわーこんなビルうわー言うて、うわー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 言っている人は大体地方から来た人だと思いますけども、あったかもしれないんですね。弟子たちにとってはこのエルサレムっていうのは大都会で住みにくいっていう理由があったと思いますけれども、その理由よりもむしろエルサレムは自分たちの弱さや失敗が目立った場所ですね。イエス様を知らないと言ったし、イエス様をもう置き去りにして逃げていったしって、そういうことがある。もうローマ兵を恐れ、ユダヤ人を恐れて家のブルブル震えてとか、いろんなそういう記事がありました。できるだけ痛い場所じゃない、居心地の悪い場所です。できたら離れたいという、そういうところがエルサレムであったわけです。もちろんイエス様が十字架にかけられて死なれた場所、不吉な場所であり、
嫌な思いのする場所、そういう場所です。そのエルサレムを離れないでとどまりなさいとイエス様はおっしゃいました。そしてとどまる理由、待つ理由は何かというと、父の約束されたもの、つまり聖霊を待ちなさいということでした。なぜなら待つことで聖霊によるバプテスマを授けられるからです。弟子たちは、自分たちにとってはこのエルサレムは居心地が悪いし痛くないし、できるだけ離れられたいと思ったけれども、イエス様がそのようにご命令になったので、イエス様に従おうとするわけです。私たちも居心地の良い場所ではなくって、居心地の悪い場所、痛くない場所、避けたいところ、離れたいところにおれ、とどまれって言われたら、やっぱり困ってしまいますね。もう少しでもそこから離れたいと思っているところに降り続けなさいっていうことは辛いことです。でもイエス様はこの弟子たちを困らせるためでもいじめるためでもないんです。約束された神の祝福、聖霊によるバプテスマというなくてはならないものを彼らに与えるために、そこに留まるようにおっしゃいました。私たちももしかしたら神様からその嫌な場所や降りたくない場所に留まりなさいっていうことがあるかもしれない。でもそれは祝福のためですよ。私たちに恵みを与えるためですよ。それを聖書は約束しているんです。今あなたの立たされている場所はどんな場所でしょうか。弟子たちはイエス様の復活で勢いづいて、40日にわたるイエス様の言葉と復活の確証、神の国についての話を40日間も聞いたので、もうさらに勢いづいたんです、弟子たちはね。ですからこの6節にあるように、皆さんと一緒に6節をお読みしましょうか。6節読める方は一緒に読みましょう。はい。さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。もうこのことを尋ねたくって仕方がなかったです。イエス様、今でしょう。聖書は先ですよ。林先生これ読んで、うなことないんでしょう。今でしょうって、復興するの今でしょうって、弟子たちはもう流行る気持ち、もうゴー言うたらふわっと言ってしまうような、そういう弟子たちの思いだったんです。リビングバイブルを見ますとね、弟子たちはワクワクしながらそう言ったって書いてあるんです。もうニコニコしながら、もうワクワクし、イエス様、イスラエルを復興なさるのはこの時ですよねって、もう流行る気持ちを抑えない。弟子たちにとって神の国とは、イスラエルの国を立て直すこと、イスラエルの復興でした。そしてイエス様の右大臣、左大臣になること、役職に就くこと、それが彼らの望みでした。その彼らの質問に対してイエス様はおっしゃいました。7節ご一緒にお読みしましょう。7節、はい。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。ご自分の権威を持ってお定めになったと記されています。で、6節と7節には時とか時期とかいう言葉が出てきますよね。で、聖書の中に時っていうのは2種類あるんです。ギリシャ語では2つの言葉を使っています。一つはクロノスというギリシャ語です。それは時計の針が1秒ごとに同じ速さで進んでいくような連続した時間、カチッ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 っていうね、その時、まあ、新約聖書では時がもたらすもの、時の中に起こる諸事件、まあ諸事件、まあ時間の中でいろいろ物語、いろいろなことが起こっているっていう、そういうことですね。それがクロノスっていうんです。もう一つはカイロスっていう言葉です。これは神の時、神様の力が人間の世界に介入してきた時っていうか、介入する時、決定的な時間、新約聖書ではその明確な時間、すなわち確定した年や季節、その決定的な時刻というような訳をしています。
だから時にはそうやって刻々と過ぎていく時間と、神の定められた時、神の時なんだという、そういう時があるっていう。弟子たちがこの時ですかの時は、この時間の時ですよ、ね、時間が過ぎていく、そういうこの時。イエス様が言ったのはこの両方、イエス様おっしゃっているの、時と時期とクロノスも、そういう時間も、また神の時も、あなた方知らなくっていいっておっしゃったんです。私たちはいろんなことを知りたいですよね。知ることによって優越感があったりね、しますじゃないですか。でも知らなくていいことまで知ることによって、嫌な思いをしたり失敗をすることもあるんですね。イスラエルが復興する時ですよねという、そういうことは知らなくっていいとおっしゃったんです。それはあなた方の問題ではないとおっしゃって、それは弟子たちの問題ではなくって、父なる神様の権威によるものだとおっしゃったんです。ペテロをはじめ弟子たちは今までこの福音書を見るとね、自分の思いや力でやってきたっていうのがよくわかります。弟子たちが思い描く神の国は、このイエス様の神の国と考える、この大きな違いがあったんですね。イエス様とお互い神の国の考え方は随分違うんです。弟子たちにとってはイエス様の力を中心にして、自分たちの力でイスラエルを復興してローマ帝国からの解放というね、それが彼らの神の国です。しかし神の国っていうのは、人間が考えて作り出すもんじゃなくって、もう神の権威の問題なんだって、神様の主権の問題なんだって、神の偉大な権威によってのその時ももう定められている、完成するんだっていうね。このことは聖霊のバプテスマを授けられるということと同じだと思います。聖霊のバプテスマを受けるっていうのは、人間の側の考えや頑張りやその力によって与えられるというものではありません。神の権威、神の言葉の約束、そのことによって信仰を持ってこう受け入れていくっていうことから始まっていくんです。そのためにイエス様は弟子たちにエルサレムに留まって待ちなさいというわけです。私たちは、まあ、長いクリスチャン人生の方もおられるでしょうし、最近信仰を持った人もおられるでしょうけれども、私たちはやっぱりまだまだね、信仰というものを神様の権威によってとか、神の言葉の約束よりも自分の考えや頑張りや努力に頼っているっていうことはないでしょうか。心に胸を当てて考えてみたいんですね。本当に神の権威、神の支配、神の言葉に信頼しきっているだろうかっていうね。皆さんと一緒に8節をご一緒にお読みしましょう。8節、はい。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。これも神様の権威によって、神が定められたことですね。このこと、私の証人となるという言葉をリビングバイブルでは、私の死と復活を伝える証人となるということです。なんかすごい力強い奇跡を行ったとか、ガッターっていうことではない。まあ、それもあるんですけどね。弟子たちにとっては、先ほどお話したように、あまり居心地の良い、良くない場所、痛くない場所から離れないで、そこで待つっていうのは理由がありますよ。彼らの上に聖霊が下るからです。聖霊によるバプテスマ、水のバプテスマを受けたように、ご聖霊によって満ちあふれる経験をするっていう。そしてエルサレムだけじゃなくって、ユダヤとサマリア全土、さらに地の果てまで、これも神様が決められたことです。人間が頑張っていきましょうじゃないんです。ですから迫害によって散らされてきましたよね、エルサレムから。
人間が計画したんじゃないんです。迫害という苦しいことを通してもうそこにおられなくなったので、エルサレムから逃げていくことによって福音が伝わっていったんです。で、宣教師の先生を通してこの日本も福音が述べ伝えられたんです。またこの日本人の宣教師の先生が、今は平原先生たちがナザレンの宣教師としてタイに行って福音を伝えておられるわけです。今昨日野村兄弟がね、インドネシアから帰ってきて、今日も飛行機で帰られたと思いますけど、聖書の翻訳がね、いろいろ言語がたくさんあるって、インドネシアも、インドもそうですけどね、もう翻訳のためにすごいなされているんだって。で、宣教師って大体女の人が多いって。なんで？強いからそう簡単にやられない。男の人すぐ病気でもうやられたりする。やっぱり、ね、気が小さい男の人、本当に宣教師の女性多いんですよ。その翻訳も女性が多いって言ってました。私絶対行けないです。日本離れられないです。納豆は嫌ですけど、いやいや、今は食べれるようになりましたけど、もう他の国では牧師としてやっていけない人間ですから、もう宣教師の人は本当に尊敬します。すごいことです。でも神様がもう決めておられたことです。さらに地の果てに至るまで証人となるって、そのように証人として多くの人が働いておられるんですね。あなた方は力を受けるの、この力っていうのは、先ほどお話したように大きなことをするとか、もうみんながびっくりさせるようなことをするということよりも、私の死と復活を伝える証人、つまりイエス・キリストの死と復活を伝えるということの力なんです。弟子たちがイエス様が十字架にかかって死んだということを彼らは見ましたね。そこからでも、ヨハネは下にいましたけれども、で、墓に葬られたこと、墓に納められたことを見ましたね。そしてよみがえったこと、彼らは目撃者なんですね。そのことのイエス様は本当に私たち全ての人類の罪を許すために十字架にかかって死んでくださいました。罪のないお方です。神であるお方です。その方が罪ある私たちの身代わりに十字架にかかって死ぬことによって、尊い血を流すことによって私たちの罪を許されたと聖書は約束しています。そしてイエス様がよみがえることによって、もう私たち人間の最大の敵、死に勝利された。人間にとって最大の敵は死ですよ。最後は死です。けどキリストがよみがえったように、私は死んでも生きる命が与えられている。これ聖書の約束です。ペテロは自分の過信によって大失敗をして、そして反省して、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、すごい謙遜になりましたね。回復を受けました。でもそのままだったらまた同じように自分の力で失敗するんです。自分の思いに走るんです、そのままだったら。だから神様は聖霊によって、神の力によって彼らを整えようとするんです。福音書を見ると、彼のもう失敗だらけの、ね、不信仰だらけの生き方が分かります。でも聖霊、ペントコステの日によって、あの弱いペテロたちが聖霊を受けることによって変えられるんですよね。自分の命のために、いや、もうイエス様知らないって、自分の命を守るためにあんなやつ知らないって言ったペテロが、自分の命を捧げてイエス・キリストの福音を伝えるために行った。他の弟子たちもそうです。あんなに変えられるって、やっぱり聖霊による満たしを受けたからです。自分の力や頑張りでそんなことできないんです。聖霊を受けて弟子たちはイエス様の十字架と復活を大胆に明かしする人。だからペテロはペンテコステの日にイエス様の十字架と復活を語って、3000人が救われた。イエス様もそんな経験ないと思います。3000人が一度救われる、一度に救われる。だから一生懸命勉強して、声の発声を練習して、なんかもう分かりやすい説明をしてじゃなくって、聖霊に満たされることが第一条件ということです。何を話すか、何をするか、聖霊が教えてくれるってイエス様もおっしゃいました。だから私は聖霊によって取り扱われるということを第一に
すべきだという、そしてその聖霊を与えたいと願っているのは神様であり、神の権威によってこう約束しておられるということを私たちが理解し受け入れることです。エルモ先生はこの新約聖書一日一章の中で、待つから聖霊が与えられるのではなく、聖霊が下るという約束のゆえに待つのであると言われた。待ってたら与えられるというもんじゃないんです。与えるって、ね、聖霊を下すっていうイエス様の約束を信じて120名の者たちは祈り待ち望んだんです。するとペンテコステの日、五旬節の日に聖霊が与えられたって書いてある。もう約束があるんですよ。だから信じて祈り待ち望むということです。今の私たちにとって、もしかすると家族の中に自分がいることをとどまり続けることが、あるいは学校の教室のクラスの中にいることが、あるいは働き場にいることが、なんか居心地が悪いとか嫌だとか辛いとかいうことがあるかもしれません。しかし神様は今日の御言葉を通して、そこから離れるなって言うんです。いろって言うんです。とどまれって言うんです。いや嫌ですって言いたいところかもしれない。神様はその痛くない場所で、辛い場所で、できるだけ離れたいその場所におれって言うんだったら、それだけの意味があります。もちろん聖霊による取り扱いもありますけれども、あなたを祈りに導くということです。祈らずしてやっていけないです。辛い時はそのあなたの信仰を武装するためです。ちょっとやそっとのことでは倒れない、あの強い雑草のように整え武装する。そして驚くべき神様の御業をあなたを通してそこで行おうとしているということです。だから離れちゃいかんのだということです。御業が起こる場所だから、環境がどうこうではなくて、神の権威ってすごいものです。神の権威を持って上からの力を与えよう、神の恵みを見せよう、主の御業を表そうと主はしておられるということです。置かれた場所で咲きなさいって皆さんも読んだことがあるかもしれません。渡辺和子さんが書いた本です。何回も読んでるかもしれませんね。とっても励まされる言葉があり、160万以上のベストセラーになった本です。まあいいこといろんな書いてあるんですけれども、こんな言葉がありました。これ以前も紹介したことがあります。置かれたところは辛い立場、理不尽、不条理な仕打ち、憎しみの的である時もあることでしょう。信じていた人の裏切りもその一つです。人によっては置かれたところがベッドの上ということもあり、年を取って周囲から役立たずと思われ、片隅に追いやられることさえあるかもしれません。そんな日にも咲く心を持ち続けましょう。どうしても咲けない時もあります。風が強い時、日照り続きで咲けない日、そんな時には無理に咲かなくてもいい。その代わりに根を下へ下へと下ろして根を張るのです。次に咲く花がより大きく美しいものになるためにっていう、ね、まあ置かれた場所で花を咲かせましょうってね、そのところでも花が咲くんだよ、いや問題があるとか環境がどうじゃないでそこで咲くんだよって、でも咲けない日もあるって、強風で日照り続けて、そういう時は咲かなくていい、咲く無理だ、下に根を張りましょうって。行動を起こす時と起こさない時ってね、起こせない時ってやっぱり静まって、私こそ神であることを知れってあるように、何もしない時こそやっぱり聖書の御言葉に触れ、神の前に祈る時としてとっても大切な時だと思う。エルモ先生はそれをよく言っておられます。信仰って見えないもんだよって、見えないところで何をしているか、見えないところで神とどう交わっているか、見えないところでのあなたの姿が本当の信仰を表すんだって、その通りだと思います。
皆さんが教会に来ている時や奉仕をしている時やそういう時ではなくって、皆さんの家かその人がいないところでどう神様と向き合っているのか、どう御言葉に触れているのか、どのように神を信頼しているのか、それが大切だって、それが根を張るということですよ。どんな風が吹いてもどんな日照りだっても根がしっかりとあるので倒れないんだって、苦しい時こそ悲しい時こそしっかり主に信頼して根を張る時なんだって。私は毎日デボーションしますけど、いつもこう祈って始めます。神様、私恐れがいっぱいあります、不安がいっぱいあります、どうぞ御言葉を通して慰めてください、励ましてください。江上先生あんな明るいのにそんな悲しいことあんのか、いっぱいあるんです、もうノックアウトされるようなことはいっぱいあるんです。だからもうデボーションで神様御言葉で励ましてくださいってことがなければ一日もやっていけない。私人間って弱いものです。神様に生かされ神様に支えられているのにもかかわらず自分一人で生きてきたかのように思っている、そうじゃない、神がひとときでも目を離されたら私たち一巻の終わりです。いつも神様の目が注がれている。私たちは今週その置かれた場所で、どのような場所か私には分かりません。それがどんな困難な場所であろうが、戦いの場所であろうが、そこにとどまりイエス様の御業、そして聖霊の働きを見させていただきたいと思います。聖霊を与えるともう約束しているんですから、私たちはその信仰を持っていただいて聖霊に満たされていることを信じて、聖霊の導き、聖霊が与えられたら、助け主が来たら何をすべきか何を語るべきか教えるってイエス様は弟子たちに言いました。大事なことは私たちが御言葉によって信仰によって聖霊に満たされるということを信じることです。受け入れることです。そして神様に委ねていくことです。神様が導いてくださる。ある説教を読んでいるとこんな令和がありました。誰かとどっか あの2台の車でね出かけると、で前の人が場所を知っているからその人の後をついていく、ね、で後をついていくけどナビは違うところを指す、こっち行けあっち行け、でもその前の車に忠実に従っていくのがこの2代目の役目なんだ、従っていくことによって目的地に行くんだっていうね、自分の意思、あこっちの方が近いんじゃない、あこっちの方がナビがあって言うけど、その前にの車に忠実についていくんだ、まあ、それが聖霊の導きだというような令和で話してありました。神様は私たちを導いてくださるんです。私人生を知っているんです。あなたがどんな家族か知っているんです。あなたの未来も知っているんです。だから御言葉によって神様が何を望んでおられるかを聞きながら、神様の時こうしなさいという時があったら、いやでもはいしますって従って行ってみたら、驚くべき御業を経験するというのが神の法則です。私たちはこの週弟子たちが本当に約束の聖霊を待ち望んで、聖霊をに満たされて変えられて主の復死と復活を語っていったように、私たちもイエス・キリストの死と復活を語りたい。皆さんイエス・キリストの十字架と復活を誰かに語ったことありますか？家族に友達に。なかなか難しいでしょ。なんか急にあのね言ってあなたのためにイエス様ね十字架にかかってし、え何みたいな、あると思うんです。けれどももう何でもいい、何でもいいですけど、どうでもいい、どうでもいいですけど、あの語ってみることです。まず自分の経験から語るのが一番、経験してんだから。なんで私キリスト教なんか知らなかったよって。でもあると教会導かれてね、友達でね、聖書そこね、なんとね、あのキリストが十字架かかって死んだいう話聞いたのよ、復活した、全然信じられなかった私って、まず言っとくんです。本当にそうだったから。でもある時ね、本当に私に罪があるって分かった、その罪のために神であるお方が死んでくださったというのが分かったんで、これ私の力じゃないわねって、それが聖霊っちゅうのかなみたいな、
あなたのためにもイエス様は十字架にかかって死んだから、あなたも罪許されるのよって。まあやってみてくださいよ。その人救われますよ。福音を語って救われない人は一人もいない。語って分からせようとしたら無理ですけど、ただ語るだけでいい。パウロは語るだけの人だ。救うのは神だって、その通りです、ね、だから自分の力ではできません。聖霊に、ね、取り扱って満たしていただいて、私はイエスキリストの死と復活をいろんな人に、ね、勇気を持って、機会が与えたら語ることができたらいいかな。できなくっても大丈夫です、ね、でもそういう時があったら自分の経験からまず話すことができたらと思います。私はこの週イエス様の約束を信じて、イエス様と共にこの週もね歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様はエルサレムにとどまり、主の約束、聖霊の満たしを待ちなさいと約束してくださいました。これは神の権威によるものだとイエス様はおっしゃいました。もう神がすでにご自身の権威を持って聖霊を与えると約束しておられるということです。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの三地の果てにまで私の証人となるというのは、神様がもうその権威を持って決めておられることです。私たちは弱いものです。恥ずかしさがあるものです。なかなか伝えられないものです。でも聖霊に満たされて力を受けるとあります。今の自分ではダメです。聖霊に取り扱われると、聖霊に満たされた時、私たちはキリストの死と復活の証人になると聖書は約束していますから、自分の力や能力に頼るのではなく、神の権威に頼って、神の約束に信頼して歩ませてくださるように、どうぞ導き助けてください。まず私たちがなすべきことは、何かを頑張って何かをすることではなくて、御言葉を通し、祈りを通して、神への信頼、神の御言葉の約束を握りしめて、聖霊に満たされることを信じて、そして歩んでいくこと、そのことをどうぞ一人一人が神の前に祈ることができるように導き助けてください。どうぞ明日からのゴールデンウィーク休みが終わって、明日から学ぶこと、お仕事すること、本当に疲れると思いますが、特に明日からの働きの中に、学び屋の中に、勉強の中に神の守りと助けがありますように、弱さの中にある兄弟姉妹たちの上にあなたの支えと守りがありますように、人間関係の中で悩んでいる方々の上に主の介入、どうぞカイロス、神の時がどうぞそこにありますように、導き助けてください。お昼から持たれる役員会の上に、新しく役に立たれた方、これ今日は入職式がありますが、用いてください。また今週持たれる全ての集会の上に、あなたの祝福がありますように、こうして暑い中時間と財を捧げて礼拝を守るために、こうして集われた御前にいらっしゃる一人一人の上に、ご家族の上に、神様の豊かなる恵みと祝福をお与えくださるように感謝して、これらの祈り、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いや、ただいまから生産式。分散奉仕の方々はどうぞ前の方においでになっていただけますでしょうか。ただいまから聖餐式を行います。式辞、ただいまから主イエスキリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲む者があれば、主の体と血とに対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み、悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは
私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書の言葉、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して、後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて、後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と親しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。招きの言葉、愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じバプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に免れています。いずれの教会員であっても、同じ信仰を告白している方は共に媒賛されますように。まだ信仰を告白しバプテスマを受けていない方々は、一日も早くこの信仰を告白し洗礼の恵みに預かり、この聖餐式に加わってほしいと願っています。今求道中の方々一人一人の上に神様の祝福が豊かに注がれますように、心からお祈りいたします。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、5月の第一日曜日、こうして私たちは聖餐の恵みに預かれることを感謝いたします。イエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、尊い血を流し、その命を捧げてくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の苦しみを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとさせてくださるように、主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。主イエスは渡されるよパンを取り感謝して、それを裂きこう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためにこのようにしなさい。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて、後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。あとブドウ酒を配られたその手元に置いてですね、お待ちください。
私たちのために捧げられました主イエスキリストの体と、私の罪のために流された主の血を感謝を持って信仰を持って共にいただきましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちは最後の晩餐においてイエス様が弟子たちに命じられたこの聖餐式の恵みにこうして預かることができましたことを感謝いたします。主が十字架で流された血を裂かれたその命、その体は私たちの罪を許すためであったことを改めて感謝し、この恵みにこの月も生かしてくださるように、これから洗礼を受けてまたこの聖餐の恵みに預かる方々がどうぞ起こされてまいりますように導いてください。まだ洗礼を受けていない方々もこの中におられますけれども、神様が一人一人覚えてあなたの豊かなる恵みをお一人一人に添えてください。どうぞ私ますます主に強められて、どうぞあなたの手となり足となり口となり目となって、また心となってイエス様の死と復活を本当に語る証人として私たちをお持ちくださるように導いてください。この恵みの時を心から感謝し、どうぞ主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。これを持って聖餐式を行います。続きましてご一緒に新聖歌429番を賛美しましょう。Yes, sir.
て感謝の捧げ物をいたします。本日の献金奉仕は野添姉妹、石井姉妹、高橋俊恵姉妹になります。献金はクリスチャンが感謝の印として行うものです。ご用のない方は飛ばしていただいて結構です。感謝のお祈りを野添姉妹にお願いいたします。恵み深い父なる神様、一週間の歩みを守ってくださり、今日こうして愛する多くの兄弟姉妹とともに神様を礼拝する時をありがとうございます。神様は私たち一人一人に聖霊を与えてくださることを本当にありがとうございます。何をどうすべきか、何を語るべきか、どのようにすべきか、聖霊様が教えてくださいますからありがとうございます。また今日はイエス様の十字架の贖いを本当に感謝して、聖餐の式にも預かることができました。ありがとうございます。神様、私たちはこれからそれぞれの地に行きます。どうぞその一人一人の持ち場立場において、いつもイエス様に感謝し、イエス様の十字架を感謝し、そして本当にその恵みを証しするものと一人一人を用いてください。今感謝してここに献金をお捧げいたします。どうぞこれを清めて主の御用のために尊く用いてください。尊いイエス様のお名前を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。続きまして、唱詠新聖歌63番を賛美します。その後江上先生から祝祷いただきます。Amen.
い恋願わくば我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しいお交わりが我ら一同と共に今も後も限りなくあらんことを。アメン。お座りください。祝福の祈りをしたいと思います。ここにおられる方全員に対もし5月に誕生された方、クリスチャンの方もそうでない方も、初めて来た方も、もし5月に誕生日を迎える方、また5月に洗礼の記念日を迎える方、5月に結婚記念日、その他の記念日を迎える方がおられましたら、もし立つことができれば立っていただいてよろしいでしょうか。